体育研究所は、戦間期に存在した文部省直轄の体育に関する研究所である。第一次世界大戦後の世界的な体育研究への関心の高まりを背景として1924年に設立され、他の教育科学に比して立ち遅れていた日本の体育研究の基礎を固める役割を果たした。しかし、1930年代以降の時局の悪化によって研究所としての機能の発揮が困難になって1941年に廃止され、体育指導者養成のための東京高等体育学校に引き継がれた。筑波大学体育専門学群の源流の一つとみなされている。主要な事業は体育に関する専門研究、連合調査、講話会、体育研究会、長期、短期の講習会、研究生の指導、講演会、出張指導、体育相談、出版などであった。1930年制定の庶務規定によれば、庶務、解剖学、生理学、衛生学、科学、心理学教育哲学、体操、遊戯、競技の9部があった。1932年に心理学部と教育学部とに分離、1933年に運動維持相談部を新設、1934年に科学部を生科学部へ改称した。その後1937年12月10日に大きく改組され以下の体制になった。職員定員は所長、専任技師、書記であり、このほか9名以内の無給技師を置くことができるとされた。また多数の各科専門家、兼任技師、技手、嘱託を兼任としている。特記なき者は体育研究所概要昭和14年1月1日現在による。東京高等体育学校は1944年の東京体育専門学校への改称を経て、1949年の学制改革に伴い、新生東京教育大学に包括され、同大学体育学部の構成母体となった。東京教育大学が移転した土地は、渋谷区スポーツセンター、老人福祉施設やガールスカウト会館などとなっている。ありがとうございます。